どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日なんですけども、今まで僕ね、カバンの中身だったりとかポーチの中身とかいろんなね持ち物をご紹介してきたんですけども、今回はエブリデイキャリー、僕が毎日持ち歩いてるものについてご紹介しようかなというふうに思っております。持ち運んでるものなので、カバンの中で毎日使ってるものとか、あとはちょっとアクセサリー的なものだったりとか小物とか、そういったものをねまとめてギュッとご紹介しようと思ってるんで、よければですね、一つでもこれいいなと思うものが見つかれば幸いでございます。結構数が多いのでね、一つ一つはサクサクとご紹介していこうと思うので、よければ最後までご覧ください。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで僕が毎日持ち歩いてるものを机の上にバッと並べてみたんですけども、こんな感じです。ここからね一個ずつご紹介をしていこうと思います。まずはアクセサリーからねご紹介しようと思います。左腕につけるのは腕時計ですね。アップルウォッチエルメス、こちらをつけております。アップルウォッチに関しては、朝は僕毎朝ね散歩してるんで、その時はアクティビティトラッカーとしてかなり活用してるんですけども、まあ、それ以外の時はあんまりねアップルウォッチをゴリゴリ使うっていうよりもファッションアイテムとして結構使ってる部分が大きいですね。なので一応アップルウォッチエルメスを購入して、エルメスのねこのフェイスとかを使ってたりとか、交換バンドも結構たくさん持ってるんで、ファッションに合わせていろんな交換バンドを使い分けております。やっぱりアップルウォッチね、防水性も高くて、雨の日でもスポーツの時でもね、どんな時でも気負わず使えるっていうのが、こう時計としてねかなり優秀なのかなと思っていて、結構そういった意味でもお気に入りのファッションアイテムの一つとして僕はね使っております。そしたら次は右腕につけるアクセサリーですね。夏場は特にねよくアクセサリーつけるんですけども、こちらの2本使っています。これね、シルバーの方がこれエルメスのシェーヌダンクルっていうシルバーブレスになっていて、これはね1年前ぐらいかな購入したんですけども、昔からこのエルメスのシルバーブレス、シェーヌダンクルに憧れてたんですよね。でエルメスの銀座のお店で予約して、1年ぐらいこれもね納品までに待ったんですけども、まあ、そこから特に春夏シーズンとか毎日のように使っております。でもう1本こちら、チャンルーっていうブランドのブレスレットになるんですけども、まあ、ちょっとミサンガみたいなファブリックと真ん中にこれ細かく石がついてます。こういったね組み合わせのブレスレットになっていて、右腕にはですね、さっきのシェーヌダンクルとこのチャンルーのブレスレットを二重巻きにしています。まあ、こんな感じですね。やっぱりシェーヌダンクル1本だとちょっとギラギラしちゃうかなと思って、それをちょっと中和するためにもね、こういったちょっと紐素材のミサンガっぽいものでちょっとカジュアル感をプラスしたいなってことで、こういったねコーディネートにしております。であと指輪なんですけども、僕普段指輪とかほとんどつけないんですよね。でこれはまあ結婚指輪ということで、外出時には毎回つけております。結構僕自身家では結婚指輪外して保管してしまうんで、動画撮影中はあんま見えないかもしれないんですけども、外にいる時は大体ね毎回これつけてますね。でこちらの指輪、エルメスで購入しました。あんまりねエルメスで結婚指輪って聞かないと思うんですけども、僕自身も妻もエルメスがすごく好きで、よく一緒にお店とか遊びに行ってたんですけども、まあ、その時に結婚指輪があるってことを知って、だったらこれにしようってことでエルメスの結婚指輪を選んでおります。指輪自体はすごくシンプルな指輪になってます。そしたら次はですね、スマホですね。スマートフォンは僕は iPhone14 Pro を使っております。 iPhone14 Pro ね、結構いろいろ言われがちだと思うんですけども、僕はすごく気に入っていて、カメラ性能やっぱめちゃめちゃ高いんですよね。なのでこれはねすごく買ってよかったなと思ってます。ケースは動画でも何回かご紹介してるんですけども、このトーラスっていうメーカーの背面にリングがついていて、このケースに入れたままですね、リングの上からマグセーフ充電もできて、さらにこのリングも回転するようになったっていう、今一番新しいねトーラス製のスマホケース、こちら気に入って毎日使っております。そしてスマホと一緒にね、まあ、イヤホンも毎日持ち運んでるんですけども、僕がメインで使ってるのはこちら AirPods Pro の2ですね。僕 iPhone も iPad も Mac も使ってるんで、 Apple デバイスと一緒に使うのであれば、僕はね AirPods Pro が一番、まあ接続の利便性もあっていいのかなと思って AirPods Pro 2を使っています。そしたら次はね、この下にちょっと置いてるデバイスですね、こちらご紹介します。毎日持ち運ぶものとして iPad ですね、毎日僕は持ち運んで作業とか仕事に使っております。実は最近ですね、この 12.9 インチから11インチの iPad Pro の方をメインの端末としてね使ってみようということで、1ヶ月ぐらい11インチを持ち運んでるんですけども、やっぱりね11インチになることで大きさと重さ全然変わってですね、やっぱり 12.9 インチ普段使ってると11インチめちゃめちゃ小さくて軽いんですよね。まあ、特にこれからの時期、夏場とかって重い荷物持ってると汗かいちゃうじゃないですか。なので夏場ちょっとこの11インチをメインに使ってみようかなと思って、最近は11インチの方を積極的に使っております。
で一緒にね使っているこのキーボードケース、これはマジックキーボードですね。スマートキーボードフォリオの方が軽いんですけども、やっぱりちゃんと作業とかするんであれば iPad にもトラックパッドが付いているマジックキーボードの方が使いやすいかなというふうに思っています。であとはですね、 iPad と一緒に使うものとしてこの貼り付けない非粘着タイプのモフトですね、こちらを毎日持ち運んでいます。使い方も皆さんねご存知だと思うんですが、こうやってこう展開することによって角度をつけることができるんで、この上から iPad をこうやって置くとキーボードが使いやすいような角度を作ることができたりとか、あとはですねこの iPad を外して iPad 本体で置くと Apple Pencil が使いやすい角度を作れたりとか、こういったね iPad をより外で使うときに快適な角度を保ってくれるのがこの非粘着タイプのモフトの特徴です。そしたら次はですね、カメラご紹介します。これね GR3X っていうね以前も動画でご紹介したんですが、僕が今ね毎日持ち運んでるコンパクトデジタルカメラですね。こんなに小さくてもう iPhone ぐらいの大きさなんですけども、めちゃめちゃ写りが良くてですね、これ毎日カバンの中に入れて何かねいいシーンがあったりとかするとスナップ的に撮影しております。軽量であることが一番のね、売りだと思ってるんで、僕はもうストラップとか長いものをつけずにこういったねキーリング的なものをつけて指をね小指を入れてこうやって撮影するみたいな、こういう運用にしています。起動もすごい速くてスイッチ入れるとすぐ撮影できるんで、このスピード感はやっぱりねスナップ撮影にぴったりだなと思いますね。次は財布、こちらは僕の会社ねドリップで作っているプレッソ L っていうねところの財布なんですけども、一応この財布はトバログが開発プロデュースしてくれた財布になっております。 L 字ウォレットになってるんで、このねジップをガッと開けて財布を開くみたいな、こういう作りになっております。結構カードとかお札とか小銭とか全部入るんですけども、割とコンパクトな作りになってるんで、基本的に支払いは僕電子マネーが多いんですけども、現金が必要な時とかはこの財布を使っています。もともとは光沢感もここまでなくて割とマットな感じのヌメ革だったんですよね。ブルームもたくさんついてて、それがね使っていくうちにこんな感じで光沢すごいねいい感じのツヤが出てきて、少しずつ色もこうオレンジっぽくなってきたかなと思います。ここからどんどん経年変化していくと思うんですけども、現状でもかなりいい感じに育ってきたなというふうに思っております。でこの財布の気に入っているところはですね、 Apple の AirTag 専用のポケットがあるんで、 AirTag をね簡単に入れることができるんですね。僕財布とかしょっちゅうなくしちゃって、どっかに落としてくるっていうよりも家の中でどのカバンとかどのコートのポケットに入れたかなっていうふうに分かんなくなっちゃうんで、この AirTag があることでめちゃめちゃ財布探しやすくなるんですよね。なのでこのね AirTag が入るっていうのは個人的に結構推しポイントだったりします。あとはね基本的にカバンの中身全部ブラックなんですけども、こちらの財布だけ少し明るい色になってるんで、このアクセントも個人的には気に入っております。で次ですね、ちょっとこのポーチの中はいろいろ入ってるんで最後にご紹介するとして、こちらこれは、ハンドクリームですね。これも結構僕ねもう 5,6 年以上愛用してるんですけども、リトゥーっていうフレグランスブランドから出ているアレンっていう香りのハンドクリームになっております。このねリトゥーのアレンって香り僕めちゃめちゃ好きで、ユリみたいなこう優しい上品な香りがするんですよね。ちょっと乾燥したなって感じる時だったりとか、そういった時にこちらのハンドクリームを使っております。そしたら最後ガジェットポーチ、この中結構パンパンに入ってるんですけども、この中のものをね一つずつ軽くご紹介していこうと思います。まず使ってるポーチはこれもねうちの会社が作ってるんですが、レザーのスクエアポーチですね。これはメンズ美容 YouTuber の宮永エイトさんと一緒に開発した、一応メイクポーチっていうね立て付けを作ったんですけども、結構こんな感じでガジェットポーチとして使ってる方も多いです。レザー素材になっていて、このね革の照り感もめちゃめちゃ良くないですか。結構ね僕もガンガン使ってるんですけども、革も丈夫なのでこれはねすごく気に入っております。これが M サイズで、もう少し小さいね正方形ぐらいの S サイズのものも販売しています。中身をちょっと一つずつご紹介していくと、こちらエレコムの画面クリーナー、最近購入したんですけども、汚れをすぐに拭き取ってくれてすごく重宝しています。次は指サック、 iPad これからの時期とかねこうタッチ操作なので画面がめちゃめちゃ熱くなっちゃうんですよ。そんな時に指サックがあると作業快適になるんで、これもね毎回このポーチには忍ばせております。ケーブル類は2本入ってます。これが USB Type C2C とこれが USB Type C2 ライトニングですね。iPhone がねライトニングやめてくれたらこれもいらなくなるんで、iPhone 15期待してます。でこちら充電アダプターですね。ベルモンドから出ている 30W の USB Type C 一口なんですけども、めちゃめちゃ小さくてね、このサイズ感が僕は気に入ったのでポーチの中に忍ばせてます。ポーチがパンパンなのでね、少しでもこういった充電アダプターちっちゃいものがいいなと思って探して見つけました。あとは SD カードリーダー2つ、こっちが iPhone 用で先っちょがライトニングの端子になっています。こっちが iPad 用で USB Type C の端子になっています。あとはポーチの中にこういった
小さなねチップっていう、これもうちの会社で作ってる小銭入れなんですけども、これ2つ忍ばせています。僕は小物入れとして使っていて、この黒い方は SD カード入れですね。ちょうど SD カードが入る大きさなんで、この中にたくさん SD カードを収納しています。でこっちのグレーの脂肪側の方はですね、これイヤホンの変換ジャックですね。 USB-C2-3.5mm ジャックとかライトニングトゥイヤホンジャックとか、まあ、こういったものをね収納しています。でイヤホンジャック変換アダプターの次は有線イヤホンですね。基本的には Bluetooth の AirPods とか使ってるんですけども、どうしてもね Bluetooth イヤホン忘れちゃったとか充電なくなった時に動画編集とか音楽聴くためのためにこのね安い有線イヤホンを忍ばせております。こちらねパナソニックのもので Amazon で多分800円とかで購入した安物です。次は Apple Watch の充電器ですね。最近はね1日2日だと Apple Watch も充電切れることはなくなったんですけども、もうちょっと遠出する時とかね充電忘れて外出した時に外で充電できるようにこの USB Type-C 端子が付いていて、 iPad とかにブスッと挿して充電ができるサテチ製のこれ Apple Watch 充電器ですね。これはもう1年2年ぐらいずっと使っています。あとはガジェットだけじゃなくて身だしなみグッズも結構いろいろね入れていて、これリップクリームです。宮永エイトさん、美容 YouTuber の方が作ったかっこよすぎるリップクリームですね。これめちゃめちゃかっこよくてね、普通に使い勝手もいいんで、僕はもう3本目ぐらいかな、ずっとリピートしてこのねポーチの中に忍ばせております。あとは油取り紙ですね、まあ、これからの時期とか結構顔に皮脂が出てきて、朝外出して夜のミーティングとかになるともう顔が結構油切ってくるので、一応人に会う時の身だしなみとして油取り紙はいつもねポーチに忍ばせております。であとはブレスケアですね、まあ、お昼ご飯食べた後とかに人に会う時にねやっぱりこう口臭とかって気になると思うんで、ブレスケアをこの中に入れております。はい、というわけでこんな感じでね、僕が毎日持ち歩いてるエブリデイキャリーご紹介させていただきました。僕はね結構カバン自体は毎日コロコロ変えるんですよ。ファッションとかね、その日の天気とかに応じてリュックを使ったりトートバッグを使ったりとか、なんかボディーバッグ使ったりとかね、いろいろ変えるんですけども、今日ご紹介したこのセットは大体ね、どんなカバンでも入るようにサイズ感とかをね気をつけて選んでるんで、大体毎日あれぐらいのものをね持ち運んでおります。一つでもねこれいいなとかちょっと気になるなってものが見つかっていれば幸いでございます。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったよとか参考になったよって思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。